いやさあのさはいここ34時間でおいでやすこがをコンプしてるんじゃないよいやさっきいやおいでやす小田さんの、うん、ええー、まあサロンの方のね、うん、生配信出させていただきましたけどはい伸び伸びされてましたね <laughs>、うん、おいでやす小田のサロンってなんだよいやなんかひどいですよ本当 <laughs> にね 本当にそのでなんか生配信出てもらえますかってオファーだけ来たんですけどじゃあ、それだったら全然って僕ら、ねうん、2>, 2人とも OK 出したんですけどいざ OK 出したらなんか月に4回ブログを投稿してほしいですって言われて、うん、うわ小田さんの写真付きでブログを。 週に1回投稿しなきゃいけなかったんですようわいやマジきつかったですよしんどカロリー小田さんの写真誰も持ってなかったんですよ唯一カミチが1個だけ持ってました1個だけ3個で3個で撮ったね鹿児島の空港でご飯ごちそになった時の写真唯一あってなるほどねもうみんなめっちゃ苦情来てるらしいですよこんなもうやめてくれっつって事後報告なんですよブログ だからさ、うん、あれあれさ小田さんとさ俺さ同じマネージャーなのいやだからさ <laughs>、うん、同じマネージャーだから <laughs> はいはいはいなんで俺ちょっとこがけんさんのオンラインサロンはない,ないんですかって聞いといて今度あ<ー>、えー、ああやりたいんですかいや,やりやりたいっていうわけじゃないけどさ <laughs> はいあのあ<ー>おいでやす小田のサロンだけあるのちょっと変じゃない 確かにな,るほどなんか小田さんもでも言ってましたよその自分からやるって言ったわけじゃないと<ー>やっぱ周りに「やりましょうよ」って背中を押してくれる人がいるからやってるっていうだからじゃあぼじゃあ俺たちが古賀さん やりましょうよって、小賀さんのマネージャーさんに言えば。あー、だ小賀さんを押さない、小賀さんと小賀さんを押さないと俺が。うーん、小賀さんを、ちょっと待って、<laughs> 飲まれてるよね。<laughs> 西本、申し訳ない。申し訳ないけど西本、とりあえずさ、あの、<ん>マイクの、の違う違う、マイ, <laughs> マイクのスポンジから口を離してね、<laughs> <laughs> ひっついちゃってるから。いやいや、だって俺の、 <laughs> いつものポジショニングこうなんですよ俺ここなんですけどいやこれみんな使うものだからさあんま口そう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 みんなか使うから絶対つ,つけてないですほんつけてないですよん,んとついてないでしょこやついてないけど横から見てるもうギ,リギリギリよほんとギリギリじゃん,<う>んだから俺が一番最初に結構ロートーンでさ <laughs> <はい S 1> マイクに近めで喋ったよ <laughs> はいでそれにすぐやっぱりかみちも対応してギュッとあのマイクに近づいたんだけどはい、はい もうそれに飲まれちゃってさらにスポンジに近づいて喋ってるじゃ今いやあそれ何なんですかやばい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 これやばいやばいこれやばいやばいややばい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 あとね皆さんその伝わってないかもだけど本当になんかね眠そうなんだよな一番断トツで眠そうだよいやよだから勝手に自分でバー着といてその眠たくするの違うから 西本だけもう目がとろーんってしてるけど、うん、も、まだ始まってね、そのそ<う>8分ぐらいだけど、もう水、ペットボトル500の水、<laughs> ほとんどないじゃん、もう、<laughs> いや今日だからこの本当、ちょうど来る前に、うんあのー、もう一度、まあこの、これがオンになってないときに喋ったんですけど、とかち豚、どう食べてきたんですよ、とかち豚を、とか豚の。 オンになってない時にとかやめてくれるんですよ。当て <laughs> 言わないのよ普通あれ俺も今さバーっていう話したじゃん <laughs> 設定に乗って今やってくださってんのよ<う>さ俺さ俺コントやってんすよふ<は>普段コントやってるんですけど<ー>んなんで今そんなこと言っちゃったんですかね俺知らないよもうほぼ半分寝ちゃってんのよ多分もう。

ドイツっぽい歌ドイツっぽい歌ねドイツの居酒屋でみんなが歌ってるような歌って歌えるんですかあんまこの時期にドイツってなんかあれですけどドイツはいいのかドイツはいいのかドイツはいいのか大丈夫ああすいません完全に3文字で勘違いしましたもううでしょかみちん結構僕もだいぶこういうアホなんでなるほどねだからマジカルバナナが苦手な人ですからあああもう絶対苦手ですほどね だからでもだからどっちもだとするとバカじゃんバカがあそうそう僕らは,僕はだからバ,バ,カバカを今はい、連れてきてるのバーにそうですそうですだから本当にわかりやすいバカと本当に真面目しっかりしたバカです、はい、<laughs> しっかりだから。 しっかりしてるもんねか道行ってそうですそうです僕はしっかりしてますで一番んか常識ある感じでやってるけどバカはバカなのバカはバカなんですよ頭が本当に悪いんですよただもう厄介なんですよすごい真面目でいろいろ仕事もできそうに見られるんですけどおしゃれだしね何もできないです 本当にでもさ俺思うけどさジェラードン今めちゃくちゃ来てるじゃんいやだってあの某水曜日の番組でもさ優勝したでしょ優勝しました見てないけど俺はああそうなんすかまだ見てないんだよああいや全然あとでやりますさあケンさんのためにネタやってくれるの あ全然全然,全然いやまじまじやります<あ>それはもうちょっと<の>いや<ー>ありがたいけどさ、ね、いやだから今いい感じに来てるんじゃないはははいはい、はいでもなんかもう一人いたような気がすんね俺いましたね いやいましたね。いました。いました。いました。いますよ。はい。いましたね。あの、あの肌白い。肌白い。そうそう、白。白色の。痩せ型のね。痩せ型の。はいはいはい。いました。いました。彼は今、温存中というか。温存ね。はい。今温めてるんだから。今こんだけさ、二人でさ。はいはいはい。いい感じに来てるから。はい。これもう一人が加わったら、もう相当なんじゃないの。 いや、こと、そうっすよね。だからもう今。この状態で優勝できちゃったんで、うん、水曜日の方で。うん、これもう一人入ったら。レギュラー。レギュラーもあるよ。もうプレゼン。ゼンター、プレゼンター側はマジで。うん、しそれは。はい。あとはもう本当なんか。さ別にさ、はい、普通に温存なわけじゃん、別に。はいはいはい だからこれでなんか2人があまりにもいい感じに売れちゃってさ温存してる間にそれでなんか変にへそ曲げないでほしいよね。それはあるよね。いろんな複雑な感情あるじゃん温存してる時ってさ人間ってさでもそのへそ曲げもしもしねその彼が温存してる彼がへそ曲げた場合はなんだっけ貝野貝のだっけああいや違います。

ほんでも会話ができないじゃん、<laughs> あ,あのーうん、これ、お酒入ってんだからさ、そ,んなそこでそんななんか、急にプレッシャー感じることないから。<laughs> いや、ちょっと今日飲みすぎちゃってるかもしれないな、なるほどな、<ー>飲みすぎたのか。バランタインの12年いってるからな、今日は。 いやそうですバランタインの12年をもうスタートから言ってるんでヤン、うん、バランタインの12年をね、うん、もう神ンはヤンヤ俺、うん、ど、どれヤン <laughs> <え> <laughs> バランタインなのかチュミノの続きなのかど,どれヤ何飲んでるか <laughs> 何飲んでるかかい <laughs>、えー <laughs> フラメって。二十二年 <laughs> レ。レア物、えー。レア物です。二十二年です。今年できたばっかり。ちょっとその、えー、ジェラードン同士で追い込むのは違うよ。もうお互いやり始めたらさ、えーえー、違うし。 お互いその考えてる間にお互いをにらみつけるのもやめようえ睨にらみつけてましたいや違うあれあの上地側が西の西本をずっとぐってにらんでた時に最近よくあるんですよ自分が怪我したら人も巻き込むっていうお前も怪我しろよみたいなよくないよそれはいやいや違うですよ俺は違う違うもともとケンさんにケンさんって呼ぶなよえ 普通その高倉健さんだけでやるから、<え>健さんってあんま呼ばないのよ、でも小賀健さん、こが健さんなんだけど、小<元>そのこががもうめ、めんどくさいわけ、言うの、あんまり健さんって呼ばないよ、本当に。皆さんは、なんて呼んでるんですか、こが健さん。みんなみんな小が健さんとかで、あ<ー>だからそれだともう、本当に共演した後毎回、ロレックス渡さなきゃいけなくなっちゃう。 あああ, <laughs> きあ高倉健さんそうなんですか。高倉健さんはあのドラマとか共演するたびにあの、はい、ありがとうって言ってありがとうって言ってあのロレックスをさ毎回自宅まで来て、えー、自宅まで来て、えー、自宅まで来て自宅まで来てそれ住所どうどうです健さんここ いやそうそうケンさんがどうやって,つつて,て住所いやそのストーカーみたいな感じの話しん知られたくないですよだって知られたくないでしょじゃないや<の>絶対知られたくないですよいやありがたいなでさ<え>引っかかんないたらはいお k お疲れ様でーす。ツイッターそのゆっくり所連つ,ついてて <laughs> いそれストーカーみたいつんだよ違う違う 静かな人だから逆に後ろからついていったら怖いじゃんじゃないのよ <laughs> いや僕あんまそのね共演者とかに自分に来られたくないって,てうん、違う違う違う、うん、いや僕怖いっすよあこれ違うえ俺を通して健さんを高倉健さんをディスるとしたら俺はめちゃくちゃ不本意だな <laughs> いやいやいやこれは違うよ俺は全然全くディスってないです,いですそのその部分に関してはディスってるよやめなよそういうこと言うの だからそう違うの違うのケンさんって呼ぶのおかしいだろって毎回も言ってるけどいやいやいやその仲いいですもんね西本西本はね一緒に映画行ったりしてるんですよすごい仲いいっすよねそうそうそうあのあのでもね、はい、<laughs> でも西本に3回ぐらいかな一緒にご飯とか映画行った後にはい、はい「こがけんさん」っ、は、て、い「もうちょっと俺やめた方がいいっすよ」って言って「俺誘うの?」って言われてはいはいはいあの俺本当に 後輩として終わってるんで僕誘わない方がいいですよって何が終わってんのよいや終わってるっていうか俺がその時言ったのはあのコーケさん俺先輩誰からも可愛ががれてないですよ大丈夫ですかっていうのはそうそうそうだから今後だから作法的な 先輩後輩の動きをねそうだからなんか絶対そうそうありますけど大丈夫ですかっていうことをそう伝え<ー>だから3回目にしてなんかすごいなんか不安になったみたいでいきなり3回目道一緒に歩いてる時に急に言い出して「こ小林さんあのだだだだ大丈夫ですか?」って言い出して <laughs> 何それ <laughs> いやーすごい純粋な彼女みたいなそうなのよでもだ俺は別にそんな言わないだってもう一番最初に待ち合わせした時から多分俺が先についてたんだけど向こうから、はい、あのお腹をかきながら俺のとこに来たから <laughs>、えー、そうだよ 何のお腹をかきながらこうやって斜めに傾きながら歩いてきた。いや、嘘つけされる。<ー>本当だ。脚色しすぎ脚色してないって。<laughs> そんな俺これ傾きながらもうそ。そうそう。えそうだよ。 本人は気づかないよだって傾いてるのなんて全然縁に浮かぶよそれ右側なんか一輪車かなんか持ってましたよ一輪車かどうかは楽しいかとか分かりますけど急に終わになんねや重たいやつ重たいのが一輪車一輪車で大丈夫っすかじゃないよはいあれます一輪車以外でありますこれお前のエピソードなんだよ振るなよ上地一輪車じゃないやついやでもでもケンさんも もうあのなんか映画、好きだ俺も好きだからっていうので、うん、っっ家にホームステイホーム期間に、うん、あのお仕事誘ってくれて一緒に映画を見る。うんうんうん あのねこれね多分西本に任せると説明が多分無理だから言うけどちょっと待ってくださいよ吉本おうち劇場見たのあったじゃんあれでなくクラウドファンディングのやつがあってそれズームで参加できるよっていう参加型のやつのライブがあったじゃないそれで西本と俺でがホストになって怖い映画を一人で見れない人っているじゃないああはいいますね 怖いもん見たいみたいなはい、はい、で一緒に怖い映画見ましょうってで最後終わった後もみんなで感想を言って怖くなるまで終わらないっていうねはい、はい、そういうズームのライブだから、はい、みんなあの映像はそれぞれはい、はい、やっぱサブスクだったりとか DVD を借りてくるわけでみんなで一斉の背で再生を押して、はい、で同じ作品を見てみんなでリアクションでつながってるっていうやつをやったのよ。 ね、もうそれそのねえっ、ー、とあれは幻影幻「幻影」「幻影」でしたっけ残影 <laughs> ねあっ残影かその「残影、うん」っていう J ホラー超ーホラーもうねうもうねあの海外の、うん、うわっうってな、はい、やつあるじゃん、うん、じゃないもうずっとずっとおおってもうずっともう<ー>何かこう見えない影の気持ち悪い怖さのやつをも見たいって言い始めて、うんうん でも相当なんかそのあれ評価も結構高い高い,、ねうん、高いやつらしくて残儀はねマジで怖いのへえもう俺ちょっとまあその時は検、うん、さんには言ってなかったけど、うんうん、ちょっとスタートの再生遅らせたのよ俺えだからみんなが見ててみんなが反応 <laughs> 先にみんなにその反応させて、うんうん、あく怖いうの来るなっていうところにこうおいおいおい ドーピングすんなよお前いやももそれ仕方ないでしょあんな怖いのやるでしょそれはめちゃくちゃ怖いんだからあそうやばいよええっそのあれでケンさんケンさんもねってなんかそのこっからケンさんの話しそうだったけどあ全然違うとこに着地してるけど俺の入り出しケンさんもねだったそうそうそうだからそっからケンさんに何か文句あんのかなって言ったり 俺にマーキングするだけして全然違うとこ行っちゃったから話してマサスピリタスストレッチジュアルアイヨーマサスピリタスストレッチジュアルアイヨー甘飲みすぎんだよちょっと何今のいやいやいやってやめてよちょっと神地もそこ乗っかるの違うでしょアイヨーじゃないよ いやいや、この聞いてる人がい,いかにこうバーの雰囲気を味わえるかっていう <laughs>、うん。あとやっぱスピリタスとかバランタイを置いてるところで、あの、注文されて愛よって言わないから。<laughs> マスターじゃないよ。スー大将って。大将って言われてる。愛よっ,って言わない。まあまあ、ケンさん、今日はいいじゃない。ええー。<laughs> なんか、いいなんかむやみにエロいよ。違うよ。いいね <laughs> <ー>えマスターでもなんもんでもマスターっぽく返してくれますかなるほどあじゃあマスターさマスターの好きな、えー、あのお野菜教えて <laughs> あ野菜ですかうんキュウリですね <laughs> いいねーえじゃ誰 <laughs> いいねーって誰福 <laughs> マスターです 福マスターあんま言わないあんま言わないです。あんま言わないです。あんま言わないマスターマスターの。マスターの。緒なんだよ。マスターが。調子がいときは。私が後ろに控えてる。そうですか。あっ。あとそうなんですね。そんなあなたは誰ですか福福マスターです。あなたが福福マスターか。 いやー、福福 <laughs> マスターに聞きたいことが、福マスターから福福マスターにちょっと質問いいですか、おっ、はい、何ですか、好きなお菓子は、なんですか、好きなお菓子は、銀ビスです、いいねー、いいねー、<laughs> ちょっと、<laughs> いや、これ、だめだ、だめだ、だめですね。<laughs> やめ,や,やめてこれ広げるとこじゃなかったですね、うん、マスターは危ない何 <laughs> な,なんだよ <laughs> 何の時間だったんだよ、えー、で何な,なん,なんだよそのよこがけんさんの話 <laughs> あったんだあでもこがけんさんの話は <laughs> でもこがけんさんはだからあなたから見てこがけんさんはどうなのよっていう話だよそれを言えばいいんじゃないんだからいやこがけんさんはもう本当にとにかく住んでる家がお,おしゃれ ああ、イトハウスさん自体がすごい服もおしゃれだしねそうもう人,の人となりじゃないけどね人となりを僕人生で一度も説明できたことないんですよでも本当にそうなんですよ、はい、相方の好きなとことか,なんかたまに聞かれるじゃないですかあるよね絶対インタビューで聞かれるよね <laughs> 本当にね全然そういう中身のこととかもう一切言ってくれないですと、えー、いうことは何人に興味がないの関心がないのいいやいや,いや僕はめっちゃありますその ありますよだから俺のことはどう思ってるの小賀健のことはうんどう思ってるだか,だから小賀健さんはでも本当になんか東京のお兄ちゃんって感じですねもう本当に <laughs> 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 東京ブラザー東京ブラザーズ東京ブラザーズ小がけさんすごい慕ってるじゃん、うん、西本はさなんでそのやっぱなんでそんなに 慕ってるの他にそんなにいないじゃん先輩でさ、うん、ついてってる人が、うん、なんでこがけんさんだったら OK なのそれいやこがけんさんは、うん、やっぱその映画の話も聞いてくれるしやっぱねなんか俺って、うん、と他の先輩からしたら面倒くさいのよ会話ができないからラリーできないから、うん、悲しい 自分で言うのめっちゃ悲しいんですけど、この、だからラリーができないから、大抵、2ラリーぐらいでどっか行っちゃうんですよ。そうなんやつって、どっかあ、そうなんやって笑いながらどっか行って。じゃあまた。誰そ津田さんそうや。いや、津田さん、津田さん。そうなんやっていや、なんか、ちょっとすみません。勝手に関西弁の人が出てきちゃったんですけど、なんかよくその先輩の背中を目で追うね、ことが今まで多かったんですけど、アケンさんって、 こうなんか最後まで聞いてくれるというか全部なんかこううんうんうんで何が言いたかったのとか言ってくれるそこまでちゃんと言ってくれるだからだからいいんでしょうねその話話聞いてくれる聞いてくれる話を聞いてくれるんだそうですとことん最後まで相手してくれるんそう相手してくれるでやっぱもうあと しいご飯屋さんとかも連れてってくれるしおいしいご飯屋さんいっぱい知ってるってこといやコハさん知ってるよああうんここら辺だったらここみたいなはあそうそうおいしいの食べたいしねでもそうそうそかそだからそうからそう考えるとかみチぃはどんな先輩と付き合ってんだろうっていう僕は全然誰とも付き合ってないですよ誰とも付き合ってないなんか早くない天孤独いやもうんに あちょっとこれいけそうだな俺<お>これあ<ん>いいないけます、うん、じゃあお願いします i don't want you I'ma run and be the line. I'm the What am I the ones baby? I don't want you to be here I'll want you by see sea Ah, we did it, did it, バン,バンドが生バンドがあるバーはいいねいやーいいですね,いいですねボブボブ今日はありがとうなボブ演奏ありがとうケー <Okay. 笑> いつでも聞いてね <laughs> こがけんさん歌うまいねボブ <laughs> 奥さんとその子どうだいあ,あの後奥さんにすごく謝ってるね僕の不倫がバレたからね <laughs> ヘイヘイボブ不倫してたって すいません、俺だ、俺のせいです。いや、でもすごい。勝手にプレッシャーをさ、感じてさ、ボブ歌い出しちゃったじゃん。なんでボブ歌い出しちゃったんだろうな。いいですね。いいですね。ちょっと今日はだから、ちょっと特別なナイトになってるね。 特別なナイトだよ今日は特別なナイトいいですねからその上みは逆にだから普段の上みは結構ねミステリアスなところがあるわけはい、はい、さっきちゃんと自分はその頭良くないんですよって言ってたけどやっぱりねなんならやっぱりの普段の上みってなんなら渋いとかかっこいい感じの雰囲気。はい でさ<ー>あとやっぱりその上下関係もしっかりしてるしさっていう常識人っていうイメージがあるけど神中なゅでならやっぱりさっき言ってたみたいに先輩好きはして,たしてないんだ全然ですよ僕あそう、はい、それをもうなんでその苦手っていうのもあるやっぱり自分の世界があるからっていう、うん、いやもうめっちゃ苦手ですあそうそうなんですあまあその大宮セブン の中いうと、うん、あの g a g の宮田さんひろゆきさんに解明されましたけどひろゆきさんがまあちょっとご近所さんでたまにご飯に連れてっていただいたりとかあるんですけど,どう面倒見いいもんね,そうですねただそこにその自分から連れてってくださいよとかは一切言えないです。ああそそそう、う<ー>れれははなんでそれはもう あの先輩だってみみやとみやととかはさ優しいじゃんはい、はい、優しいそですねそれでも苦手それで苦手というかすっごいやっぱ緊張しちゃうんですよねえっあそうやっぱその後輩の動き一切できないんでなるほどだか,らだからジェラードンはだからできないんだ後輩の動きはそれはもう本当に海のだけですよあ,あなるほどねああ、はい、人間力だから低いんですよね ああそんなイメージないけどね多分だからお俺もねできないんだよそうな後輩の動き全然できない俺もだから逆にだからそういうのが、えー、あんまりその結構抜けてるから俺はい。はあはあはあ普通にもうあのバシャーンとかこぼしたりするし <laughs> あのあっみ汁とか味噌汁とか <laughs> ええあそんな感じ俺はだからなんかし しっかり者に見えてるだけだけよそれはもうおいでやすこがで出ていって、うん、小田さんがあんなふうな感じだから相対的にしっかり者に見えてるだけであんまりしっかり者じゃないよなまあ確かにそのそうですねこがけんさんは意外とおっちょこちょいそう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 、うん、おっちょこちょいエピソードあるいこれといってないよ考えろよ <laughs> それはでもあのー ケンさんは映画見に行く時は映画館でポップコーンとか買うんじゃなくて、うん、あのー、パンを持ってってちぎりながら食べます <laughs> 変な人 <laughs> <え>それはそれは多分あんまり推奨されてないから言うなよ<え>そういうのはえっ推奨だって持ち込み別にいいじゃないですかその持ち込みいやそれはもう映画館からしたらそんなポップコーン食べてもらった方がいいじゃんそんなか俺が貢献してないみたいな いや基本的にその後輩に後輩が行く時は結構ポップコーン買うよ、はい、俺はえ俺の時ポップコーンえ買ってもらってない<ー>買ったよ買ってない時もあったかもだけどそれはもう直前に飯食ってたりとかでしょ <laughs> ああなるほどああーでもそうかもしれないですあのホットドッグホットドッグ買ってもらって <laughs> どっちにしろ買ってもらってんじゃねえかいい, <laughs> いいよそこのさそこの厳密さはさこっちはさいいんだよ求めてないんだよああだからでも思うよだからなんか苦手なのかでも緊張するとそれはなんか飯も美味しい飯連れていかれてもさ緊張するとさ味分かんないしね,うねいやななんかその動かなきゃって思っちゃうんですよねなるほどだから基本僕は後輩とばっかりなるほどいますねーうーんだからあれだよだからそのか気使わないでいい先輩とだったらいいよね あそうっすねだからたぶん西本もだって俺に気なんて使ってないでしょ、うん、いや気使いますよもうどんなどん,どんな感じでいやなんか今楽しんでるかなとか <laughs> そ,<の>そうだよね、はい、だから西本な,なりに気使った結果俺、はい、大丈夫ですか <laughs> って言い出したのね <laughs> そ,それはもう考えた末に出た言葉ですからそうかそうかいやそうっす、ね。大丈夫なんだよだから そう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 そんな怖い人いないよ多分もうあまあまあその本当皆さん優しいですけどねそうだよね気遣うね俺もまあ俺も気遣うからあんま言えないけどねああいらっしゃるんですかそのよくご飯連れてってもらえよかった俺とかの場合はさもう本当にめちゃくちゃ多分一番言ってるのは プーさんだからさあさーんとかはめちゃくちゃ行くし、はいはい、でもおたこプーさんも本当逆にも本当にも友達に近いぐらいの感じ雰囲気的には<あ>まあもちろん敬語で喋ってるし、はい、あれなんだけど本当<ー>に趣味もファッションも映画も,もうめちゃくちゃ合うし、えー、会話がとにかく音楽も合うからだから一緒にあの。 の海外のバンドとかが日本に来たら一緒に行ったりとかすごい,はい、はい、そうそうそうフェスに一緒にサマ,サマソニンも一緒に行ったりとかはいはいはいそう,そうそうそんな感じで,で,でおたこさんはすごい柔らかい人なんだけど、うんはい、おたこさんも実は結構警戒心あるから意外とあのそのみんなにみんなと後輩付き合いする人ではないのよ実はあでもなんかそれ<ー>意外となんか見ててかる僕おたこぷーさんとそこまで別に 仲かいいってわけじゃないですけど、うん、でも確かにお会いした時はそれめっちゃ感じますなんかこの周りをこうちょっと。 とこう見てるっていうか、空気感はめっちゃ常に見てるなって感じはめっちゃ感じますよ、ねああ。本当。ああ空気感を見てるの、おたこさんは。めっちゃ見てます。<laughs> 空気感をすごい肌でこう感じ取ってるなっていうのは。<laughs> 本当 <laughs> なんか、ちょっとなんか、動物とか爬虫類とかみたいな <laughs>。やめてよ、なんか。 外敵をなんか常に補足してるみたいな感じの説明やめてよ先輩を捕まえていやごめん失礼だよそれ語彙力がないから自分の中で出せる言葉は空気感になっちゃいましたけどいやそうそうだ,だからさっきさっき言ってたじゃないですかそのかか道実はバカバカって自分で言うのはバリアそれで張ってんじゃないかみたいな、うん、そうそうあのなんかだから自分でバカってなんかそれが その別にばれてもいいんだけど、はい、なんかみんながそう自分を見てないからっていうので自分で思い込みすぎちゃって、はい、なんか逆に人を遠ざけてるのもあるのかなってちょっと思っちゃったえっ、ーえー、と僕がバカ自分がバカだっていう発言することによって自分でバカだっていうのは逆に言うとあの ここ,でね、ここで言ってくれたことはさはい、はい、ある意味ちょっと距離を縮めたわけじゃんでも普段はさ別にそういう会話にならない限りなかなか言わないことじゃんそうですねだから人からまあまあしっかり見に見られてるっていうのを気負っててだからなんかあんまり人といる時にリラックスできないのかもなって <laughs> ちょっとすごいいやちょっとこがけんさんマジのそれです、うん いやマジでそれでしょマジそれで,すでもかみちめっちゃ刺さったカミチ見ててそれ感じるんだよあ本当ですかだからカミチ自体が、はい、あ,のあんまリラックスしできないんだと思う先輩とかリ,リラックスねいやあマジでそうっすね,でね後輩の前ではじゃあそういう部分はちょっと解けるからいいってそうそうそうでなんかどっちの部分も出せるんじゃないリラックスした状態でしっかりしたカミチさんも見せつつちょっといじられて「なんだお前」とか。 行ってあ<ー>わあみたいな楽しい感じどっちもいけるからそれがなんか楽なんじゃない,いや結局はすごいっすねそ、ま、マジでそうですああでもなんかそうい感じるかみちはなんかしっかりしてるように見られてるんだろうな<ー>はめっちゃ感じますねそうそうそうだからお俺もまあ、まあまあそうなの俺はそんなにその気ぃ付かないけど、はい、だけどなんか 俺もあなたたちと同じさ、ピラミッドライブはもう、だいぶもう本当に一番最初のさ、上げ上げの時は同じぐらいのとこにいたじゃん。そうですね。前上げと仕上げを行ったり来たりしてたでしょ。しょっちゅう勝負してましたもんね。そうそうそう、俺たち一緒のとこぐらいにいたじゃん、最初ね。だからすごく。そうそうそう。だけど、やっぱ芸歴がさ、高いからさ、全然違う、10年以上のとこにいたじゃん、俺。だからそこではさ、俺がなんか MC とか出てっても、本当に、じゃあ皆さん、全員集合って言っても、誰も出てこないとか。 いとかやってたわけよ俺はいつまいかみんな出てきた人たちが後ろで座ってるとかなんで座ってんだよみたいなそういういじられ方をしてるわけ俺はでもねそれもねみんな知らないわけよこの世代のジェラードンの世代は俺がいじられてることもっていうんかそこら辺のズレはあるよねいや じゃもう昔からそ,そんな感じだったんですか、ね、そうそう俺はね結構昔からいじられなのよへえー、そう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 あそれ知らなかったっす、ね、ですも俺をいじ俺をいじっている人たちであの一番売れてるやつが多分イチキップリンだからああちょっともうちょっと頑張ってもらわないと<え> <laughs> これのこのぐらいの露出ではダメなのよ誰にも伝わらないのよ <laughs> 確かに <laughs> イチキップリンの露出では無理なのよ だからその一番こがけんさんの取り扱いを分かってる方がちゃんと世に出てくれないとそれでいったらおいでやすこがだったらおいでやす小田さんは強いぜだっ,てだっていじる人がかまいたちであったり和牛であったりアキナであったりみんながさ売れてるわけじゃんだって俺が俺をいじるやつはだってイチキップリンかダイスだからねああ <ー S 1> <うん S 1> ダイスか一チキップリンさんはもうだってこんぐらち コン,グラチコ,ンコングラチュレーションコングですよね、<laughs> コングラチュレーションコングとか。あの、違う違う、あのさ、<laughs> はい、もうちょっとさ、その、芸能人の人の顔真似をして、誕生日とかの方法がまだテレビで引っかかってるのよ。コングラチュレーションコングの方は、誰も知らないのよ。無限大で時々やってるだけよ。 あれがでもあれがメインじゃねえよえコングラチュレーションコングがメインじゃねえよお前言わせんだよここでコングラチュレーションコングって俺一人海賊団ソロ一人人海賊団ソロ友達欲しいなって出てくるやつでしょめっちゃ欲しいんだよ最近あのあのネタやるたびに息めちゃくちゃ上がってんだよ言わせんなよマジで一人ゾロのゾロのオマージュのソロいいよ 穴子さんねさんのやつじゃないですか唇めっちゃ顔面にデカデカと落書きして書いて怖い話をしてブリューッ全然ウケなかったら袖の芸人に向かってブチギレるっていう違うよいいよここでさここずっとばかりにさやってくんなよ一木プリンのとこでああそれだったら分かるじゃないよ一木プリンさん今ホットワード出ないですかね出るかなんか ツイッターでツイッターで一気っぷりにさ出ない出ないこれ告知しなくていいんですかそうそそそうううだそうだてかさなんでこのメンツかっていう話になったわけじゃんそう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 なんでだろうと思ったらこれさやっぱ告知案件だったわけよこのバーに行って告知してくれって言われてええ だから今度はみんなミュージカル出るんだよね俺たちはいそうですね「u l a n r u っていうね笑いの源泉かけ流しっていうねそうそうそう u l a n スーパー銭湯を舞台にねそうスーパー銭湯を舞台にしたさ吉本人気芸人と人気芸人って自分たちが出るっていうことで人気芸人っていうのは良くないけどいやいやそこはね いいいじゃなでうんあと「2.5次元舞台主演俳優」「ラジオメインパーソナリティアイドル」「紅白常連歌手による」っていうねこんなに説明するかねっていうぐらいの異色の組み合わせが巻き起こすノンストップコメディだっていや楽しみですよねねでも読売有楽町の読売ホールだからね読売ホールすごくないですか結構めちゃくちゃでかいとこだよ優勝ある 誰が普段やられてる感じのところですかその,あのここ読売ホールのスタメンとかないと思うえっふ <laughs> やってる人 <laughs> いろんなことをやねあのここでレギュラーでやってる人いないですよ、うん、レギュラーでやってるとかじゃないですそう,うなんか普通に読売巨人軍の読売巨人軍の人がそのスタメンでうんあのディナーショーとかやってるとこじゃないですかその原監督とかディナーショーでやってるうんそうだよ ふざけられた <laughs> <laughs> で戻るけどユーラン・ルージュの話にさ、はい、これもともと「ムーラン・ルージュ」っていうさ、あのー、ミュージカル映画があったからあれのね言ったらオマージュみたいな感じなんだけども、はい、で俺はあのスーパーセントの戦争員役でジェラードンが、えー、スーパーセントのバイト役です、ね、なるほど、うんはい、だから結構絡みがあるのかな かもしないですね清掃員とバイトでで田村新さんと新内麻衣さんのダブル主演ですよおおスペシャルゲストで純烈さんなんだけどあのさ純烈さんってさ要はスーパー銭湯アイドルだからはいはいはいだからもうこんなにベストなキャスティングはないよね確かにどんぴしゃですねで吉本からは村上昌司さんすごい次家長河本さんはいはい トシさんでトレンディエンジェルでしょ結構だから強いすごく強か豪華なメンツですよで河本さんとトさんがいるから多分結構やりたい放題でやっても受け止めてくれるっていうねなるほどはあ高藤さん歌上手ですからねそうだミュージカルもミュージカルミュージカルや歌うまい人だから揃ってません河本さんも上手くないですか上手さうまいうまいうまいでこはけんさんとそう スリートップでレミゼラブルだからねねそうすよ俺も去年実はみんな知らないけど俺ミュージカル出てたからええ、そうなんですかそうだよグリースっていうこれもちゃんとした東宝東方のシアタークリエで日比谷の出てたんだからすごいもうがっつりもう出ずっぱな景出ずっぱではないピンポイントだったけど 歌うんすか歌歌歌すげえ一口一口あっ一口っておかしいお前さ麻布の豚の話まだ終わってないもしかしてあのトカチ豚トカチ豚の話いいよトカチ豚の一節いけないですかその一節ミュージカルでトカチ豚はとても弾力があってそして 地味深い、センキュー。いや<ー>最高はマジで。なん,ん。何でしたっけ <laughs> <laughs> 何でしたっけじゃないのよ。だから、今,今、あの、二次抽選先行チケットが発売中で、オンライン配信もありますから。だから、その場に来れない人も見れるわけよ、これ。はい。なかなかないよミュージカルでオンラインも行けるって。そうか、そうか。はい。 で日にちが6月の3日金曜と4日の土曜でございます。ということで皆さんね公式ホームページもありますんでチェックしてぜひお買い求めくださいということで。うんね、じゃあせっかくだからさ、はい、ここ全員参加ではい、はい、今とりあえずあのユーラン「遊覧ルージュ」の歌歌うあ歌いましょう「遊覧ルージュ」じゃあ誰から歌うじゃ、はい

家族みんなでわいわい楽しくお風呂に入ろうぜあんなところやこんなところにお風呂がいっぱいあるね番頭さんの顔も今日も <laughs> 楽しそうフラがりに牛乳飲みたいなだいぶ曲調変わったなフラがりに牛乳飲みたいな <laughs> フルーツ牛乳でもいいかなさあみんなで

ありがとうございます。すごかったよ。今、今め、めっちゃよ、よ、よくなかったですか。でも意外に。すごい,いや、よかったよ。あの、何がすごかったかって。はい、あの、言っても曲調こそ変わったけど。はいはい、ちゃんと、かみちの。音を。はい、ちゃんとそのまま繋がってたよ。 メロディーはいはいはいそうですよねだからそれをちゃんと理解してそこでつなげてたのが良かったはいだから皆さんもその聴いてて分かったと思うんですけどこんな曲はね出てきませんだけどよかったよね今ねこれはよかったっすねちょっと3人のバイブスがはい確かにちょっとビンビンだったねこれは最高でしたね目が覚めた本番で本番でもうぶち込めますかもう え、これでも全然多分。ほんととしさんとこうもつさんいるから。確かなー全然いけると思うよ。何でもさばいてもらえる。何でもさばいて。俺、このね、うん、あのー、これ。銭湯、まあ、銭湯ですけど、お話は。うん、ちょっと似た感じで、温泉行ったんですよ。 ちょっとめっちゃ下手な導入じゃないそんなになんかいやいた感じ違うだろ銭湯とさ温泉違うだろとは言わねえよ俺たちでも大人だからさ何だと思ってんだよ俺たちのこといやあのねあの露天あの先ほどのちょっとその銭湯銭湯話なんですけどこの前九十九里浜に の温泉に行ったんですよお風呂がいいじゃん僕とコマンダティー石井君とあとしずるの一馬さんとあと囲碁将棋の根立さんこのメンバーで行ったんですよでねあのまあ実際ついてでいろいろなんか嫌なことあったんですよこのプランに書いてあることとか全然関係ないんか書いてあったことと違うことがあったりとかとにかく嫌なことばーってあったんですけどはいはいはい まあ風呂だけは楽しもうってことでまあ寝瀬さんが露天風呂バーって行ったんですよ。したらめちゃヘラヘラ戻ってきて「おいおいアタックお前露天風呂に長渕剛いるぞ」っつって「でえっ?」てなって「また寝瀬さんが変なこと言ってるわ」と思ってで僕ちょっと確認してこいって言われたんで行ったんですよそしたら5人組の取り巻きがいてそこ俺中入ったんですよチャポンって入ってそしたら声が聞こえてきてその。 お前、まあ、よく見たら「つぶらない人見してんな」っていう声が聞こえてきて <laughs>、うん、パッて見たら本物の長渕剛さんだったんですよ九十九里で、ね、本物の長渕剛さん,んです<ー>でその後、うん、脱衣所に行ってみんなで着替えてて「うん、やべやべ生口だ」ってしたら長渕剛さん同じレーンで着替えてるんですよで奥から大学生みたいなのがバーって走ってきて、うん、長渕剛さんを通り越して、うん アタック西本さんですよね握手してくださいって普通に言ってきて <laughs> すげえ <laughs> 俺その空間だけも俺の方が長渕さんより人間者だったんですよ <laughs> 人間者って言ってるからもうああもう人間者になっちゃったわ<ー>人間者これがでも可愛いところですよね <laughs> 最後にね <laughs> これで終わったか <laughs> 今回のスピン